What's up guys? My name is Lian and welcome to my video. ということで、今回の動画、すいません。またちょっとリーク情報とかいろいろね、今、ついさっき、フォートナイトのシーズンが始まったと思って2が。今ね、この待機リストにいるんですけど、なんとまたサーバーが落ちちゃいました。なんでまだ、俺らは待ってるんですけど、ちょっとね、ここでいろいろと追加情報が来たので、やばいね、本当に動画にするか迷ったんだけど、動画にしなくちゃいけない情報がいろいろ出たので、今回そちらの方を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ということで、まず最初にシーズン2のこちらなんですけど、こんな感じでね、新しく、じゃあまずこっちから見せた方がいいかな。ん?これなんて書いてあるんだ?うん、サーバーダウンね、またしてて。で、そう、新しくこちらですね。戦闘のみの建築なしモード。ではなく、フォートナイトの全てのモードにおいて建築が消されました。はい、ちょっと、ミス、みんなミス。ごめん。ちょっと読み間違えてた、ここは。エピックゲームズは、ビルディングが、競技やアリーナでは、だけでなく、チームランブやクリエイティブでは、影響を受けないことを確認しました。だから、普通の公開だけ建築ができなくて、それ以外は、建築ができるらしいです。マジでごめん。間違えてた、これは。完全にミス。さすがに、全て消すのはないよね。ソロ、デュオ、トリオ、スクワット。普通のソロ、デュオ、トリオ、スクワットでは建築ができない。9日間、ここ日間。けど、アリーナ、クリエイティブ、チームランブでは建築がまだできる。っていうことでした。このポンプは帰ってこないって動画で言ってると思うんですけど、なんかポンプ 2.0 みたいなのが来るらしくて、これがなんかダブルバレルとちょっと似てるけど、一発しか撃てない。で、すごいなんかレティクルが迫ってるから、ワンチャンこれが新しいポンプみたいな。そのストライカーポンプはストライカーポンプであって、ワンパン武器はこのポンプ V2 っていう一発しか撃てなくて高ダメージのショットガンが、このゲームプレイを見るとね、見えると思いますけど、音あんのかな?音ないね。音ないですね。これが新しいポンプなのかもしんない。まだちょっとこれに関してはわからないんですけど、どれぐらいダメージ出るとかはね。ただ、新武器がこんな感じで来ます。まず、これがもう一つの画像なんですけど、Building has been wiped out. 建築は全てなくなってしまった。で、to maintain cover. だから、何?建築がない代わりに、君たちにはオーバーシールドという新機能を追加しました。このオーバーシールドというのは、最初のシールド。今までは一番下体力が0になったら死ぬじゃん。でも、下体力の上にシールドが100あって200。プラス、オーバーシールドの50。が追加されます。でこのオーバーシールドがまず最初に毎回ダメージ食らうところなんですけど、このオーバーシールドがちょっと特徴的で、ミニポとかで回復するものではなく、自動的になくなったら0になったら50まで、時間のなんかあるんですけど、回復するらしいです。なんで例えば最初撃たれます、50削られます、でちょっと建築の後ろとかに隠れたらまた50回復するらしいですっていう新機能、オーバーシールドっていうものが建築の代わりにあるそうです。あ、やっぱサーバー反応してないね。ダメだね、これ今。ダメですね、まだ。で、それ以外にも、こちらですね。パーコールゲームプレイって言って、新操作方法も来ます。これも建築がない代わりなんですけど、こんな感じです。こんな感じで、この最初の走るのも新機能。この全力ダッシュみたいな。全力ダッシュからのジャンプして、この超ジャンプも新機能で、この建築に掴むこれも新機能。全部新機能です。これも建築がない。最初のここ日間だけかは分からないんですけど、できるようになるそうです、これ。ほら、みんな建築してないでしょ、これ。うん。こんな感じ。タクティカルスプリント、スーパージャンプからの、この、登り、ほら、これ登ってんじゃん、これ。この3つの新機能も来ます。はい。こんな感じで、これやばくない?本当に。ちょっとね、これは、ちょっとダウンタイム終わってからみんなに見せてもいいなと思ったんだけど、こんな感じでもね、公式情報が出てるので、ちょっとこの動画で、緊急で今撮影してるんですけど、配信中に。こんな感じですね。あ、ゲーム室さんがまとめてくれてる。シールドと体力の上にさらにシールド。ダメージを受けると、まず減るのはオーバーシールド。オーバーシールドがなくなるとシールドと体力は減る。オーバーシールドは0になっても回復可能です。お、なにこれ?なにこれ?おー!すげえこれ!見てこれ、戦車だ。戦車乗ってる。やばやばいやばい、何これ、戦車乗ってんだけど、これが新しい戦車か。やばくね。あ、これ建築できてないじゃん、これ見て。あ、これがオーバーシールドよ、これ見て、これ50って書いてあるじゃん、これがオーバーシールドってやつですね。こんな感じ。タンク、何これ、やばいんだけど、これ何これ、やばいやばいやばい。
permet d'être bien aussi hein. Ah non, je vois tu. Nan de yo ba? ごめん。早くやりてよ。なんだよこれ。わけわからないんだけど。やばすぎるこれ。でもやっぱ建築ないねこれやっぱ。あ、レインボルト。ということで皆さん、あのなんと先ほどさっきの1個前の動画でポンプが帰ってくるみたいなこと言ったと思うんですけど、なんとアサルトもポンプもまだ保管庫行きのままらしいです。すいません、ちょっと間違えました。そこポンプとアサルトは帰ってきませんです。で、おちゃんと公式情報かなこれは。武器が帰ってくる武器と帰ってこない武器、サーマルスコープアサルトライフル、ドラムショットガン、リボルバー、リモエクスポース C4 だね。 C4 サーマルスコープリボルバー、ストームスカウトスナイパーライフル、エクゾチックの武器だこれ。ストームスカウトライフルだ、スナイパーと、ショックウェーブグラネードも返ってくるのかなこれ。でチャプター3シーズン1 Returns、 チャプター3のシーズン1の時にあった武器が返ってくるもの、返ってくるというかまだ続けてあるもの、レンジャーアサルトライフル、ストライカーポンプ、オートショットガン、サイドアームピストル、スティンガー SMG、 ハンターボルトアクションスナイパー、シャドウトラッカー、エキゾチック、シックスマンシューター、エキゾチック、ダブーブームスナイパーライフル、これは全部まだ残ってますって感じかな。とりあえず一応まとめたかった情報ですね。これは公式情報なんかね、何人かログインできる人たちがいて、そこでこの画像を拾ってきたらしいです。みんなだから公式情報ですこれは。でこれはここに時間、建築なしはここに時間だけらしいんで、だけっていうか1週間ぐらい建築、もうどのモードでも一切みんな建築練習ができなくなっちゃうんですけど、まあ、そんな感じの速報でしたっていう感じで、今回の動画 もうこんな感じかな。あとなんか追加で俺言っといた方がいいものあるかな。まあダウンタイムね、なんか噂なんですけど今日の10時11時ぐらいまでらしい。一旦サーバー直ったんだけど、あこれあれだ、ロビー、新しいロビーがあるんだ。ここにスキンが立って、モード選択とかもここにできるらしい。めっちゃ綺麗だよねこれ、普通にめちゃくちゃ綺麗じゃない、うん、まあでも全然ねこのね建築なしモードやばいけど、やってみないと正直わかんないから、俺は全然楽しみだよ普通に。やばいけどね、うん、やばいけど全然楽しみではあるって感じかな。これは救援物資ですね、セブンの救援物資と、このねスターウォーズコラボも近々来るらしくて、ファーストオーダーのブラスターライフルとかね、これリークなんですけど、まあなんかこれもファイルに追加されたとか、これね、ダッシュ、移動速度アップ、武器をしまった状態でのダッシュ、よじ登り、シルダーバッシュ、ショルダーバッシュ、壁にダッシュぶつかると開くようになる、扉か、扉で、扉開けるようになるってやつです。お、なんだこれ、おー、これなんと、新モード、新モードじゃないよ、ダウンタイムが開けたらすぐに、投票システム、が帰ってくるんですけど、投票システムでまず最初にこのアーマードバスに投票援助できるらしいです。インゴットを使ってね、インゴットを使って援助して、これを完成するために援助してくださいって感じらしいです。うーん、面白そう、早く乗りたいなこれ。なんで皆さん多分またダウンタイムが明けたらこれにインゴットを使えるようになるらしい。あそうだ、あとこれもなんか最初に来るっぽい、この援助じゃなくてなんだっけ、インゴットを入れるやつで、これが乗り物用のタレットで、これが普通のタレット、どっちかに投票できる、そう投票システムだ、忘れた、これも来るらしいすぐにですね。こんな感じかな、うん、皆さんはこの建築なしモードまだね来てないんですけど、どう思いますか。全然想像もつかないと思うんだけど、まあいろいろ新機能とかそのために来てるものもあるから、でなんかちょっと昔っぽいフォートナイトが体験できるいいモードだと思うので、僕は全然ありだと思うんですけど、皆さんよかったらコメント欄でちょっと教えてください、どう思うか。これ実際やってみないと分かんないんですけどね、やってみないと分かんないと思うんだけど、まあ、話を聞いただけで全然ありなのか。これって何がいいかって、その初心者の人とかも楽しめると思うんだよね、建築できない人たちも。だから全然俺はねありだと思うんだよね、うん、あとヘビ砂とかも帰ってくるって言ってたんですけど、それはすぐにじゃなくて後々帰ってくるっぽいです、ヘビ砂とかの武器はって感じですかね。はい、あとビクトリークラウンリセットされてしまいます。シーズン1で頑張ってた人たちのビクトリークラウン、あの妹は全てシーズン2でリセットされてしまうらしいので、そこら辺もご注意くださいという感じで、今回はこれぐらいで、動画を一旦終わりにしたいと思います。シーズン2まだ始まってないのにもう2本ぐらい動画上げちゃってるんですけど、ちょっとダウンタイムが長いので許してくださいという感じで、今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。シーズン2が楽しみな方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。